もうフルのボローでいらないようなのね、とても出てるし、まあ虫が嫌うと言われてる。先生、今回は何を教えてくれる？実際に道中旅行ったりね、それとか野営したり、そういった時にですね、必ず虫がいるんですよね。時期によっては非常にたくさんの、ブヨがいたり蚊がいたり、でそういったものが困るので、それをまあ避ける、虫よけで、そういうものを作る方法ですね。こういう、それ何ですか？藍染めの木綿。藍染めの木綿、もう古のボロでいらないものをね、こう咲くわけですね。さっさっさっ、でこういったものを作って、これを木や竹の棒にね、こう巻きつけていくんですよ。これね、ずっと巻いてね、しっかりこう巻いていくね、こういうふうに巻いていくわけです。まああまりたくさんいらないです。だからずっとこうやって巻いていくわけですね。でまた次も、もうこれではちょっと足りないんで、あるところの状態までこうこうこう、まあ、まあこれが決まってるわけじゃないんで、自分の好みによってずっとこう巻いたり、必要に置いて巻いたりですね、こう巻くわけです。そしてですね、最後巻き終わったらね、これを糸でね、ずーっとこう閉じるんですよ。これはもうほどけないように、まず そしてここに火つけて、これがずーっと燃えて、ずーっと下がっていく。その間臭い煙が出る。それで虫が寄らない。藍を燃やしてるわけですね。でそれを虫が嫌うんですよ。でこれはもう田舎では大体どこの地域でもやられてきた、日本ではと思われます。私のところも昔祖母なんかはずっとそれやってました。これをどういうふうに？だからこの腰にね、こうやってね、こう作業をするときはこうやってこう火くすぶっとるわけですね。でこう作業をすると、こう虫が寄らない。腰に刺して、作業をするときですね。で、なんか虫除けしたいなと、ここ刺しておけばいいですね。いくつか刺しておけばいい。煙と煙がバーッと漂う。火をつけてもボッと燃えることはない。燃えないですよ。ブスブスくすんできて、もう燃えていくものなんですね。実際じゃあこれは野営だったり野宿だったりしなきゃいけない時にも有効。有効ということですね。まあ虫除けはいるでしょう、結局ね。だからそういうためのやり方ではあるわけですね。実際にそれ火をつけてみてどういう風になるかって見てもらっていいですか？あ、いいですよ。はい。で今回もライターで火をつけますけどね。煙出てるでしょ。なるほど。でこれを。でまあ、作業するわけですね。まあ、昔の老人はみんなこうやって、私ら子供の時はみんなやってましたね。この煙で虫を避ける。そうですね、まあ、虫が嫌うと言われてるわけですね。で実際にはそういう効果があったからみんなやってたということですよね。野営の時とかにも使えたりする？そうですね、野営の時これまた足して立てておくんですね。それとかこれを使ってですね、火薬に火をつける、それにも使うんですね。これをビシャッとつけて、でブワーッと燃やしたりね、ということにもこれ使う。火を起こすときにも使える。そうですね。